皆様こんにちは。NSM CPT トレーナーの村木です。この動画は NSM CPT ライセンスについての説明動画となります。今回は NSM における心肺系トレーニングといたします。よろしくお願いします。資料を見ながら説明をしていきます。ではこちらのスライドから確認していただきます。まず概念についてお伝えしていきたいと思うんですけども、まあ、フィットネス評価をして柔軟性を行った後にですね、筋肉の不均衡を調整した。体をうまく使えるようになりましたら、ここのフェーズに、ここの、心肺系フィットネスの方にですね、進んできます。心臓が働く身体活動、酸素がですね、しっかりと運搬される血管や血液循環器系を強化していくというトレーニングになります。で、こちらの3つのフェーズ、ウォーミングアップフェーズ、コンディショニングフェーズ、クールダウンのフェーズとなってきます。ウォーミングアップの目的は心拍数と、呼吸数を増加させてですね、組織の温度を上昇させ、より高い強度のトレーニングへの準備をするものということになります。時間は5分から10分間、低強度から中程度の強度のレベルで行うことです。これの推奨事項ですね、はですね、お客様の目的と目標に合わせてですね、時間の延長をしたり、短縮をしたり、あるいは病気や身体的限界と分かっていること、もしくは疑わしいことにですね、基づき修正していく必要があります。あとはですね、座っている時間が長い方や、エクササイズの経験が限られて、今までやったことがないような、お客様はですね、ワークアウトの時間を、半分以上を使ってですね、ウォーミングアップに当てるといいかと思います。少なくともですね、最初の方はそのようにする必要があるかと思います。はい。で、次に、コンディショニングのフェーズです。一般的にフィットネスクラブに通う方が行うフェーズは、こちらのコンディショニングフェーズになるかと思います。例えば、1時間走るとか、水泳を行うとかですね、あとはエアロビクスを行うといったところが、このフェーズになるかなと思います。健康維持、体重を減少させる、ストレス解消を目的としたフェーズになります。で、3つはですね、3つ目は、クールダウンフェーズのところになりまして、こちらはですね、5分から10分ということで、ウォーミングアップと時間帯は一緒です。で、逆のことをしていきます。心拍数と呼吸数を減少させまして、徐々に体温を下げてですね、筋肉の最善の長さに戻す。めまいや失神を起こす可能性がある、下肢静脈の血液貯留ですね。要は血液を溜めないことを防ぐ。血液貯留を防ぎ、元の状態に近いところまで修復する必要があります。はい。で、パーソナルトレーナー、フィットネストレーナーは、実施されている活動が適正で、安全かつ効果的であることを確認するためにですね、ウォーミングアップとクールダウンの両方とも、新しく運動されるお客様に対しては注意深く監視する必要があります。またはですね、この重要性ですね、ウォーミングアップとクールダウンの両方の重要性をですね、しっかりと伝える必要があります。はい、心肺系のフィットネスの恩恵に含まれるものは、こちらのページになりますけども、このようにですね、多くあります。一部になりますけども、まあ、いろいろな恩恵を受けることができます。ですが、この心肺機能フィットネスでエクササイズをですね、省いてしまう方が多いのではないかなと思います。私もですね、フィットネスクラブでの経験がありますけども、やはり来たらすぐに1時間走ってしまうとか、エアロビクスに参加するといったことが非常に目に見えました。なので、ウォーミングアップの必要性の伝え方とかですね、クールダウンの伝え方っていうところを、しっかりと認識した上でですね、活動していければよかったかなと思っております。やはり統合トレーニングとしてすごく必要なことになりますので、ぜひ行うように促していただければと思います。はい、それでは本日は以上で終わりたいと思います。またよろしくお願いします。それでは。